アントン・シュタードラーは、オーストリアのクラリネット奏者、バセットホルン奏者、作曲家、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトとの信仰で知られる。ゲオーストリアのハンガリーとの国境に近いブルック、アンデア・ライタで、音楽家であり、靴屋のヨゼフ・シュタードラーを父として生まれる。弟ヨハン・シュタードラーと共に、音楽教育を受けたと考えられ、1773年に、 ウィーン音楽家協会の演奏会において演奏家としてデビューを飾っている。その後1779年にウィーン宮廷楽団と契約し、1780年にフランシスカ・ビヒラーと結婚している。フランシスカとは後に8人の子供を設け、3人が成人している。モーツァルトと親しくなったのもこの時期と考えられている。 1787年には宮廷楽団に正式に入団し、1791年頃から単独で演奏旅行を行うようになり、各地で名声を博した。1812年にウィーンで貧窮の中に没する。シュタードラーは私生活上の問題が多く、各所に少なからぬ負債があったほか、1801年以降は愛人と暮らすために妻フランシスカと別居してもいる。 また、モーツァルトと同様にフリーメイソンに入会しており、モーツァルトと親しくなるきっかけだったとも伝えられている。シュタードラーは非常に美しい音色で知られていた。モーツァルトはあなたの演奏ほどクラリネットが巧みに人の声に近づくことができるとは思ったことがありませんでした。あなたの音は柔らかく繊細で心あるものは抗うことができませんと書き送っている。また、 クラリネットやバセットホルムの低音の演奏を得意とし、ヨハンと共演する際には、主席奏者であったにもかかわらずワ番クラリネットを担当することが多かった。そのため楽器製作者、テオドール・ロッツと協力し、クラリネットの低音域をキフオン C まで拡張した、現在でいうバセットクラリネットを開発した。モーツァルトは、シュタードラーの演奏に惚れ込み、 晩年の代表作であるクラリネット50奏曲キロボルト581やクラリネット競奏曲キロボルト622をはじめ多くのクラリネット作品がシュタードラーの演奏を念頭に置いて書かれている。なお、二人の友好関係には諸説あり経済的に余裕のなかったモーツァルトからシュタードラーがさらに借金をしたとも晩年のモーツァルトの生活を支えたとも言われている。 モーツァルトの競争曲と五重奏曲の実質譜が失われたのは、シュタードラーが借金の方に、これらの楽譜を売却したからだとも言われている。その他、フランツクサーバージュースマイヤー、レオポルト・アントニーン・コジェルフ、ヨーゼフ・アイブラーなどが、シュタードラーのために作品を書いている。シュタードラー自身も作曲家として活動しており、 ヨハンと共演するために書かれたと思われているクラリネット二重奏曲のほか、複数の作品が出版されている。ありがとうございます。